始めますね。皆さんお待たせいたしました。皆様こんばんは。まだ BC 州はこんにちはという日差しが高い夏日の日が続いています。新移住者委員会 JNIC の高林美希です。月1回の割合でカナダ日系社会145年史を学ぶセミナーの今日は第7回目となります。JNIC 新移住者委員会は全カナダ日系人協会 NAJC の傘下に昨年設置された戦後に日本から移民してきた人たちの集まりです。この会の目的は単に新移住者の間での相互理解とつながりを深めるだけではなく、すべての日系人同士の連携を強め、世代を超えて広く呼びかけて、より良い社会を築き上げるために力を合わせてやっていこうというところにあります。誰もが気軽に参加できる座談会や日系史セミナー、異文化生活サポートシェアリングサークル、遠隔介護ネットワークなどの活動を通して日系コミュニティのつながりを強くしていこうと願っています。皆様に参加にあたっての4つの願いがあります。マイクは皆さんミュートでお願いいたします。ビデオカメラはなるべくオンでお願いいたします。画面に映りたくない方はどうぞオフにしてください。質問はなるべく簡潔にチャットボックスに書き入れてください。録画、録音、撮影はご遠慮お願いいたします。講師はいつものように元日経ボイス編集者でコラムニストの田中裕介さんにお願いいたします。田中さんの35分ほどのお話の後、今日はゲストにブリティッシュコロンビア州レベルストーク在住の移住者、藤村智明さんをお迎えしております。藤村さんの30分ほどのプレゼンテーションの後に質疑応答に移ります。質問なさりたい方はチャット欄に書き込んでいただきたいと思います。それではまず最初にランドアクノレッジメントを JNIC の委員、西真理子さんにお願いいたします。真理子さん、お願いいたします。はい。聞こえますか？はい、聞こえます。はい。こんばんは。モントリオール郊外のラバールに住んでいます。西真理子です。今日はランドアクノレージメントステートメントの代わりに、私が、十数年前に勤めていた在日カナダ大使館で知り合った大使専属のシェフで、アルバータのフロッグ・レイク・クリー・ファーストネーション出身のクエンティン・グレイバスさんの活動についてお話ししたいと思います。クエンティンは在日大使館の頃から、僕は料理の勉強をしたけど、先住民の料理を教えている場所も楽しめるところもあまりない。カナダの先住民料理を普及させたいと言っていて、よく先住民の伝統的な食材を日本の食材や欧米の調理法とフュージョンさせた新しい料理を考えていたのを覚えています。在日大使館の後も台湾、北京、ニューヨークなど行く先々でカナダの先住民料理を紹介し、いろいろな形で世界各国の先住民の文化、料理、権利などにも関わる活動を続けているみたいです。また、アイコレクティブという伝統料理のレシピの電子書籍を出版したり、先住民の伝統的な食材が失われないよう種子を保存するなどの活動をしているグループにも所属しています。アイコレクティブのアイは先住民、インディジネス、インスピレーション、革新、イノベーティブ、独立、インディペンデントの4つの原則を表しているそうです。先住民が伝統的な食生活が続けられなくなったのは、入植者によって彼らの土地を奪われ、自然を破壊され、それまで食べてきたものが取れなくなってしまったからです。先住民の人たちが伝統的な食材をまた手に入れ、伝統料理を作れるようになるには、入植者と先住民、人間と自然の関係がバランスを取り戻すことが必要なので、アイコレクティブのシェフたちは料理を通じて先住民の権利や地位を向上させようとしています。私は同じマイノリティとして、クエンティン、アイコレクティブ、先住民の運動、そして活動に賛同します。ありがとうございます。
ゆきさん、どうぞ。はい。では、その後、続いて田中さんから、はい。講演の方をよろしくお願いいたします。はい。こんばんは、田中です。今回は、まず、1944年、味噌醤油事件と俗に言われている事件になりますけど、ここから始めたいと思います。今回は戦後の復興がテーマですけれども、無一文からの再出発を担ったのは、当時まだ30代から40代だった一世たちと、それから20代前後の二世の中のその、僕は年長組と呼んでいる人たちですけど、年長者たちでした。特に一部の二世たちは早くも戦時中に政府による強制収容や、日本への送還計画に対する抵抗運動を始めていました。加えて、白人主流社会にも日系人に協力する人たちが現れてきました。ですから、まず二世たちの戦時中の動きから話を進めたいと思います。1944年、味噌、醤油、緑茶、これ本当は緑茶も加わってます。緑茶事件というのがあります。これは、赤十字を通じて日本から送られてきた慰問品が巻き起こした事件です。各収容所で高齢者を優先して配給されました。ところが、トロントで発足していた2世たちの、JCCD、日系、ジャパニーズ・カニーディアン・コミティ・フォー・デモクラシーと、俗には2世デモクラシーと言われてますけど、この委員会がニューカレディアンに投稿して、カナダが今戦っている全体主義の国から送られてきたものだと受け取るべきではないと主張したのです。ニューカレディアンの正山編集長もこの主張に理解を示す記事を書いています。これに対して異性たちは、祖国からの、から届いたありがたい慰問品を受け取らないなどというのは許せないと、ニューカレディアンの購読をキャンセルするぞと、猛反撃に転じました。一方、ポポフ収容所のリーダー、この、ここに映ってる川尻岩井さんは、二世には二世の考えがあったのです、と理解を示しつつ、ポポフでは、敬老会を開き、鏡開きですよ、これね。割って、鏡開きまでして、頭数で割って配給しました。1000人の大所帯でしたからね、大騒ぎでした。と語っています。ここにはっきりと一世と二世の日本に対する見解の相違が見て取れます。田島では専門家がいて味噌を製造、販売していました。醤油も中国人から買えたわけで珍しくはなかったんですが、一世には祖国からの慰問品に対する思い入れがあったのです。次。連合軍の POW、戦争捕虜兵士たち。真珠湾攻撃の3ヶ月後、1942年2月25日、カナダ政府は、香港が日本軍の攻撃で陥落し、カナダ軍兵士約2000名が捕虜になったことを発表しました。そして、その翌日、総移動が発令されたのです。さて、日系人たちが味噌醤油事件で湧き上がっていた頃、日本軍の捕虜収容所では、連合軍兵士たちが飢えと病気でバタバタと死んでいったのです。全兵士の半分近くが傷を負うか、亡くなっていますけれども、辛くも生き抜いた兵士たちもいました。ここに2例だけ紹介しておきます。左は、画面左が、レジナルド・ブルドという元、当時は英国兵でしたが、英国軍兵でしたが、戦後はカナダに移住していらっしゃいます。この人はタイとビルマ、ミャンマーですね、をつなぐ対面鉄道、日本語で対面鉄道と呼ばれています。対面鉄道の建設に動員された連合国軍、POW に約8万人と言われる中の一人でした。つまり8万人、
捕虜となっていたわけです。戦場にかける橋というのをご存知ですか？という、ハリウッド映画になってます。テーマ曲のクワイガワマーチはちょっとに有名です。ご存知ですか？タラ、タラララッタッタというやつですけど。彼は3年半にわたる捕虜生活に耐えられたのは、出征する直前に婚約した恋人がいたからだと自伝に書いています。右のサージャントメイジャー、日本語で曹長になるんですか？ぐらいは。ジョージ・マクドナルは、まだお元気でいらっしゃいます。トロントでいらっしゃいますけども、今年2023年で100歳になりました。香港は、真珠湾攻撃と同時に吸収されました。わずか2週間で陥落しました。その際にカナダ兵2000名が捕虜になり、彼は日本の敗戦まで3年と8ヶ月、岩手県釜石の鉱山などで強制労働させられていたのです。連合軍の捕虜たちは戦後一貫して日本政府に対して国際法を無視し、非人道的な捕虜の取り扱いをされたことに対して謝罪を要求し、また彼らが強いられた労働に対してですね、賠償請求をしてきました。その過程で、80年代、日系人のリドレス運動が盛り上がったわけですけれども、この時、強硬に、このリドレス運動に反対したのが、この香港ベテラングループと呼ばれている人たちです。彼らの主張は、日本政府が自分たち元カナダ兵の捕虜、戦争捕虜に対して何もしていない以上、カナダ政府は日系人に対して謝罪や補償をすべきではないというものでした。これをどう考えたらよいのかですけれども、リードレス合意の翌年、89年ですね、日系ボイスにある移住者からリードレスが解決した今、日系社会は香港ベテランが日本政府に要求している謝罪と補償を支援する責任があるという投書を、日経ボイスは掲載しました。日本語と英語の方です。すると即座にこれに対する反論の投書を4、5つ受けました。すべて英語でした。つまり日系人の問題はカナダの国内問題であると。そして日本軍による連合国軍の捕虜に対する処遇問題とは本質的に異なるのであると、という反論でした。NAGC は、この問題に対して正式な態度表明はしていなかったと思います。リードレスから20年後の2011年の12月、つまり、開戦から70周年を迎えた日に、日本政府は香港ベテラン、カナダのですね、香港ベテラン代表の数名に対して謝罪しました。彼らを外務省まで呼んできたわけですけど、この謝罪は外務省の一室でひっそりと行われ、日本では全く報道されませんでした。まあ、全然新聞は報道しなかったです。かたや CBC、カナダ国営放送は夜のニュースで大々的に取り上げました。ちょうど僕はこれを見ているんですね。偶然だったと思います。ザ・ナショナルという夜のニュース番組でしたけれども、このジョージ・マクドナルがインタビューに答えて、日本軍は筆舌に尽くしがたいほど残酷で、アウト・オブ・コントロール、やりたい放題だった。一方、民間の日本人はとてもヒューメインというのは優しく人間的だったという意味だと思います。だったということですね。そして、日本人に対して、私は恨みは持っていないと。ただ、嘘の歴史を教え込まれた若い世代のダメージは非常に大きい。嘘の歴史の上に築かれた文化は健全ではないからだ。と述べています。次に日系人を支援した教会関係者、キリスト教会関係者ですね。この二組のカナダ人夫婦は1916年に、宣教師として日本に赴任しました。マクウィリアムス夫妻は、この右側ですね。1939年まで、静岡に
滞在し、おおむね静岡です。静岡に滞在し、妻、ベッシー、娘、ヘレン、ともどもすっかり日本に、根付いていたようです。1939年に、カナダに戻り、BC 州サーリンですか、の日系教会で働きましたが、戦時中は、彼の信徒と一緒に、田島収容所に移動して、彼の牧会を続けました。日系人には彼はマック先生と呼ばれて親しまれていました。戦時中、トロント大学の進学生、アーニー・ベストが、CO というのは、Conscientious Objector、良心的兵役拒否者ですね。として、このベストさんが、田島収容所に来て教員となり、フランス語を教えたそうです。高校レベルのフランス語を教えたそうですけども、マック先生と一緒に暮らしたそうです。そこでマック先生が、彼に娘ヘレンを紹介したところ、たちまち二人は意気投合して結ばれたとヘレンさんが回想しています。この二人は、戦後、つまりアーニーとですね、それからヘレン、ベストさんは戦後長崎に赴任して宣教師となりました。これ個人的なことですけど、広島長崎デーのイベントの、ヘレンさんは未だに100歳にお題になりましたけど、未だに彼女は非常に忠実なサポーターとして応援してくれています。一方、左のパルスバル・パウルス&ルース・パウルスですね。パウルス夫妻は、新潟の高田。今、名前が変わってます、確か。で、20年以上、布教に勤めました。1931年から、長野県小布施にカナダ聖公会が建てた、結核の療養所の経営に携わっていました。現在、その保養所は、結核療養所ですね。は、新生、新しい生命、と書かれています。新生病院と名を変えて存在しています。パウルス夫妻も、マクレアンスさんの子供たち全員を通信教育を使って日本で、自分たちで教育しています。両家とも、奥さんが元教員だったから可能だったと思います。パウルス家の長男、ペロ、シーローですね。CYRL でしたっけ、シロー。は、長じて、トロント大学で進学と日本の近代史を教えていました。カナダのジャパンスタディの先駆者は、なんといっても、ハーバート・ノーマンという、1909年に日本で生まれて、軽井沢で生まれて、成長してカナダの外交官となった人が一番よく知られています。ついでこの1918年に生まれた、日本で生まれたセロ・パウルス教授はその後を継いだカナダの日本学の草分けです。そして、両家ともに、戦中は日系人を支援する活動をしています。このパウルスのルース夫人と、それから長男のセロが、日系人の療養所、失礼、収容所を回って日本語で相談に乗っていたそうです。さらに、セロは、トロント大学で教えながら、1980年代の日系人のリドレス運動でも、カナダ側の支援者として大きな力になっています。パウルス牧師とそれからマック先生に共通しているのは、20年以上日本で暮らして、極め付きのプロジャパン、親日家、日本びいきになって帰ってきたことです。何が起きたかというと、カナダの教会内ではかなり孤立した存在だったことも非常に、この二つの過程、似ていると思います。カナダ政府から日本のスパイではないかと疑われたと息子のスロー・パウルスが語っています。二世デモクラシー委員会と、それから二世義勇兵。これは志願兵と言った方がいいかもしれないですね。先ほど紹介した日系デモクラシー委員会と、
それから二世義勇兵のこの二つを一緒に扱うのには理由があります。というのはこれらのメンバーたちはかなりの部分が重なっているからです。写真のロージャー・オバタ、この左のロージャー・オバタ、それから一番この三人の中の右側がロージャー・オバタです。ロージャー・オバタはこの二世デモクラシー委員の後、通訳官として軍務に服しました。また、リューレス運動でも、この左の写真のように、トロント地区のリーダーでした。戦時中、カナダ政府は2世数百人を労働者としてオンタリオ州へ送り出しています。これは、その年、1942年だったと思います。まず先兵として200名くらいに2世を送って、いました。主に農場が主体でしたけれども、森林伐採とか、それから製鉄所などにも職を得ていました。それから女性たち、2世の女性たちはハウスキーパーとして働いていました。当時は、トロント市内には日系人は市の条例で入れないことになっていましたけれども、実際にはですね、数十人はいたようです。あるいは、ウェス・フジワラのように、トロント大学の医学生だった人もいます。例の、野球の朝日チームの監督だったエリー・北川さんですね。そう、監督になってますけども、三兄弟の一番末っ子です。エリー・北川さんと、それから奥さんのミュリエル・北川は、ある牧師が保証人となって、この北川家は収容所には行かずにトロントで暮らしていました。ジョージ・田中、この三人、軍服姿の真ん中の人です。ジョージ・田中、ロージャー・オバタ、それからミュリエル・北川などが、コアメンバーとなって、二世デモクラシー委員会を結成して、カナダ政府の日系人に対する政策を批判したり、上の先ほど取り上げたミソ所有事件などを起こして日系社会に波紋を呼ぶ行動を続けていたわけです。また、これとはまた別に二世アフェアーズという名前の雑誌を発行してもいます。当然にも彼らは一世たちには嫌われていました。一方、この写真は、この右の写真ですね。右の写真は、1945年に通訳官となった119名の2世の中の3名です。右のロージャー・オバタ、真ん中のジョージ・田中、それから左が、ニューカレディアンの編集長、トム・ショーヤマです。彼らは、戦後はロージャー・オバタとジョージ・田中は、JCCA、日系市民協会の中心メンバーになって、牽引しております。一方、トム・ショーヤマ、この左端のトム・ショーヤマは、サスカチュアンでトミー・ダグラスの首相の下で官僚となって働き、カナダが今も誇る医療制度の基礎を築きました。ショーヤマさんは、1975年には、先代のトルードです。ピエール・トルード連邦政府の大蔵省の政務次官に抜擢されたことでも知られています。二世の義勇兵、あるいは志願兵と書くべきかもしれません。1941年、カナダはすでにドイツ、イタリアと交戦中でした。キング首相は、軍部の要請で1月に日系カナダ人は徴兵の対象にはしないと決定しました。ニューカレディアンのトム・ショーヤマ編集長は、社説でこの点を、これを取り上げてですね、これは日系市民に対する侮辱であると、憤っています。二世たちは自分たちの血を流さずして市民権の獲得はありえないと考えていたわけです。ただここで注意を促したいのは第一次大戦の時の一世の義勇兵たちですね。
たちは、彼らは BC 州では拒否されましたけれども、お隣のアルバータ州は、ミケ牛兵を受け入れたこと、受け入れてました。そのことでもわかるように、第二次大戦でもですね、同じように、他の州に住んでいた2世たちは、カナダ軍に入隊しており、戦闘員として戦場に送られています。これは、We Went to War という、ロイ・イトーの本に書かれている、紹介されています。1940年にカナダ軍に入隊したこの写真の左ですね、の新聞記事、コーポラル・ナカモトって書いてますけどね。ジャック・ナカモト・キヨシは、その2年前に何が何でも入隊したいと、バンクーバーの家を飛び出して放浪の旅に出ました。各地で働きながら入隊を試みたそうですが、結局、ケベック州について、救世軍の食堂で働いているときに、救世軍から推薦を受けてやっと入隊できたと語ってくれました。ニューカネディアンにも写真入りでこのようにですね、入隊を祝う記事が掲載されています。労官収容所と卒業生のその後。1942年2月末に総移動令が出たとき、日系人社会には2700名の就学児童がいました。廃校の町、ゴーストタウンのことです。や、野原に急増されたバラックに移動してから、6ヶ月以上の間、子供たちは、おおむね親元に放置されていたことになります。当時7歳だった3歳のデビッド・スズキ、この写真の上ですね、生物学者デビッド・スズキ、は、子供にとっては天国だったと言ってます。学校に行く代わりに森を走り回っていたと語っています。強制収容所に、強制収容所と聞くとですね、名前を聞くと、有志テストに囲まれた捕虜収容所を連想させますけれども、ロッキーのふもと15箇所にあった収容所、日系人の収容所にはフェンスはありませんでした。また、BC 州内陸のカムルプスや、平原州のレスブリッジ、ウィニペイクにいた数千人の日系住民たちは立ち退きを経験していません。逆に収容所から再移動して移ってくる人たちの受け入れ先になっていたわけです。政府は男たちを軍隊に取られて労働者不足で困っている農場に日系人をできるだけ早く再移動させようとしましたけれども、これが予想外に手こずりました。一つに子供の教育の問題があったのです。また、異性たちは時期に戦争が終わり、自宅に戻れるはずだと期待していた人が多かったんです。ちなみにですね、この学級写真に、このデイビッド、鈴木、ジョイ・コガワ、それから、1946年に親について、帰った川端佐藤ジョージさん、この人も、この3人が写ってるんですよ。誰かわかります？デイビッド・スズキがこれです。それから、ジョイ・コガワがですね、この可愛らしく、リボンというか、ヘアバンドというか、をしているのが、これがジョイ・コガワですね。ジョージ・川端さん、この人札幌で長くいましたけれども、この人は、札幌で、ですから僕は、インタビューして、この川畑2代の125年というこの記事をブルテンに書いています。これは英語になっております。彼はここに写ってます。この一番てっぺんにここに写ってますね。はい。次。収容所での若い2世たちに対する年中組2世たちによる教育。一方、ブリティッシュコロンビア州のセキュリティコミュニティ
セキュリティコミッションか。保安委員会、BC 保安委員会ですね。失礼しました。BC 保安委員会は、収容所で、幼稚園だとか、それから高校の教育を施すことを拒否しました。幼稚園と高校の教育です。理由は、待遇を改善して収容所に入りをされるより長くいられるより、家族単位でさっさと、東部に移動し、子供を現地校へ通わせて同化してほしかったからです。しかし、戦争は長引きました。BC 保安委員会は、義務教育8年生、8年間だけは面倒を見るということにしました。これはまあもちろん日系人がそれ を要求したからです。見かねたキリスト教会は救いの手を差し伸べました。カトリック教会は、修道女、ナンですね。ナンたちを高校の教員として送り込みました。カナダ政府は翌1943年春から義務教育の再開に踏み切りましたが、教員をどうするかが問題になります。そこで、教員資格を有するヒデ・ヒョードと、それからテリーはヒダカ。テリーヒダカをスーパーバイザー、総監督者として募集に応じた高校卒業以上の2世を月給5ドルで募集し、140名を臨時の教師にすべく、夏に4週間の集中講座を開きました。1947年にこの収容所の学校が閉鎖されるまで、収容所内での教育が、延べ250名の教員によって自主的に行われたのです。この写真は、カトリック修道院によって運営されたスローカンの高校の写真です。左は2世年長者たちが臨時教員となって8年生までの義務教育を行った記録です。元教員たちが集まって10年以上かけて編集した本です。フランク・モリツーがそれを、まあ、編纂というかエディター、編集していますね。その日本語版もこの真ん中のこれのようにですね、あります。これは5人が分担して和訳したものです。僕もその5人のうちの1人でした。一方、道路キャンプ行きを拒否して、家族での移動を求める運動に参加した2世男子の多くは、オンタリオ州のアングラー捕虜収容所 POW キャンプに向かって行きました。ゴーストタウンの家族たちは最大800名近くまで膨れ上がった、捕虜収容所の兄や父たちに頑張れと声援を送り続けたと、トム・サンドー著、囚われの身という本にあります。これは、トム・クワバルさんですけど、彼が書いた日記をもとにして作られた本です。英語にもなってます。こうして、日系人たちは収容所で徐々に日常を取り戻し始めたのです。1943年から46年まで、年少組というのはデビット次だとかジョイコが年少組です。の2世たちは、収容所内の学校で臨時教員となった兄、姉たちから教育を受け続けました。この本というのは、Teaching in Canadian Exile ですね。この本には英国の国旗を掲揚し、愛国的な Maple Leaf Forever を歌っていたと書かれています。収容所の日系人たちは、大多数が1年以内に西海岸の自分に戻れるものと信じていたようですが、その期待は BC 州の管財人が家、農場、漁船、その他、二束三文で売りさばいたとき、打ち砕かれました。ニューカネディアンのトム・ショウヤマ編集長は、これは政府による再度の裏切りだと書いています。1943年、すべての財産を失った日系人たちは、平原州の農場やモントリオール、
トロント周辺へ再移動していきました。一方、東部の現地校に通い出した2世たちは、思いのほか、自分たちが収容所で受けた、まあ、兄さんだとかお姉さんたちに受けた教育程度が高かったことを発見したようです。あるいは、大自然の中での創意工夫の生活が成長期の子どもたちに自分で思考する力を与えたのかもしれません。と僕は思います。長じてカナダを代表する建築家となったレイモンド・モリヤマは、木の上に自分たちで建てた小屋の中で、彼は固有の空間の持つ意味を体得したそうです。また、デイビッド・スズキは森の中での昆虫採集で生物学に魅せられました。そして、ジョイ・コガワは戦時中の記憶をもとに、おばさんという小説を執筆し、詩人作家としてデビューしたのです。一方、先ほどのジョージ・川端さんですね。川端さんは、戦後は親について日本に行き、大阪に住み着きましたが、長じて大手の製薬会社で、英語を活かして、活躍したと伝えてくれました。政府の最低住政策。この統計をご覧になるとわかりますけども、1945年、終戦時には1万5千人以上がブリティッシュコロンビア州の内陸にいました。すでに東部へ移動した人たちが6千人弱いました。そして2年後の BC 州を見るとですね、1947年には BC 州がその半分以下に減り、オンタリオ州が全体の3分の1以上に急増。それに次いで、アルバータ州ですね。アルバータ州、ケベック州に移り住む人たちが多かったことがわかります。そして、移動地では、ソーシャルワーカーだとか、キリスト教関係者などが、就職先だとか、それから、住居の世話など、援助の手を差し伸べてきました。先ほどの日本からモントリオールに戻ったパウルス家の例を挙げると、パウルス主催の家族、特に、SCM、スチューレント・クリスチャン・ムーブメントの活動家だった娘の一人がですね、が、よくモントリオール駅まで日系人の出迎えに行っていたそうです。駅に降り立った日系人家族は突然、白人から日本語で話しかけられたわけです。きっと驚きながらもほっとしたと思います。この他にもちろん日本へ向かった日系人が3964人いました。日本に行くか、体に残るかという選択を迫られたとき、先ほどのマクリアムス牧師、もう一回見せましょうか。ですね。マクリアム牧師は、カナダ政府が何と言おうと、日本行きの書類にサインをしてはいけない。今敗戦国の日本に帰っても、あなたたちが苦労するだけです。日本にとっても、今は大変な時期なのです。日本を愛するのなら、カナダに留まりなさい。私を信じてください。と言ったそうです。と、新保光雄さんが書いています。JCCD、二世デモクラシー委員会と、それから CCJC、日系カナダ人のための協力委員会。これはね、Cooperative Committee for Japanese Canadians ですね。この二つが共同でこの日系人の送還に反対しました。一方、カナダ各地に散らばってしまった日系人に対する支援も共同で進めていました。こういった動きの中から戦後の JCCA、日系カナダ人市民協会が生まれていったのです。1948年3月、全カナダ市民協会第2回代表者会。ね。全カナダ日系人
日系市民協会の、結成。戦争が終わっても日系人の苦闘は全く終わっていません。まずもって巨額の経済的損失に対する保障問題がありました。ところが、カナダ各地の日系人を、統括する組織がまだなかったんです。そこで、各地域で日系団体を組織し、その上に全カナダを統括する全会日系市民協会、NJCCA を結成しようと動き始めました。ところが、全国組織の設立に反対する人たちもいたのです。ハミルトン共和クラブがそれです。会長は非常によく知られていた、知られている人です。戦前の日系労組の委員長として知られていた佐田種次でした。彼の意見は、戦前の排斥の原因は日系人が固まって住み、白人社会に同化しようとしなかったのが一因である。今やっとカナダ人たちと一緒に活動できるようになったのに、再び排斥の種をまく必要はない。と明言したのです。これはですね、人種を超えた労働者階級の共闘を推進する人たちにとっては当然の見方かもしれません。しかしながら、人種差別の存在自体を是認する見方でもあります。つまり、人種差別は許さないぞという人権思想が、彼のですね、この意見のでは欠落している、していると。いうことを見逃してはいけません。また、日系人は日本への送還問題と、それから、損害賠償請求という極めて日系人固有の問題を抱えていたわけです。やはり、ここは全国組織を必要とする状況だったと思います。この損害賠償の問題点は、まず、強制移動に際して政府の管財人が、カストリアンですね、が、責任を持って、動産不動産を管理するという約束をしていたんです。その約束が反故にされたことです。1943年に緊急閣議令、金首相の緊急閣議令4695が修正され、適正人の財産に関する管財人の権限が、所有者の意向に関わりなく、所有者日系人ですね、日系人の財産を処分できるというふうに変えられたのです。こうして土地、家屋、漁船などは二束三文で売却されてしまいました。日系市民協会は、米国での、移動保障法案の例を引き合いに出し、損害の調査をカナダ政府に要求しました。こうして、1950年、まあ、戦争が終わってから10年後ですね。ヘンリー・バード裁判官を委員長とする調査会が発足し、報告がまとめられ、それに基づいて個々の賠償に応じることになりましたが、これは日系人にとっては極めて不満足な金額でした。前科日系市民協会は、ジョージ・田中幹事長の名で、各地の日系団体に損害賠償には応じないようにと、いう訴えをしました。バードコミッションが残した課題。リドレス運動で政府との交渉に当たった NAJC の、中心人物、ロイ・ミキは、次長、リドレスという本でこう述べています。政府の弁明をする人たちは、かつて日系カナダ人が苦しんだ不正に対する賠償は、バード委員会を通じてすでになされたものであると抗弁する。だが、実際には、政府内の書類が、この委員会はリードレス、要求の動きを緩和するために、政治的に考え出された手段であることを示していると書いています。結果として、一世の中には、背に腹は変えられると、保証に応じた人たちがいました。ですが、全体としては非常に少なかったようです。
とはいえ、このバード委員会の保障問題は、1980年代のリトレス運動の大きな争点となっていきました。この件に関しては次のセミナーで深掘りします。トロントのオールネーションズ、チャーチオブオールネーションズ、オールネーションズ教会と現在です。戦後の日系社会は一世と二世が一緒になって自分たちが直面する問題と取り組みました。これは日系史で初めてのことでした。これを可能にした背景に、オールネーションズ教会の存在がありました。このオールネーションズというのは、宗派を問わないという教会という方針の教会の中に、清水小三郎牧師がオフィスを持っていました。この清水牧師というのは合同教会の牧師ですけど、日系人はここを集会場として会議だとかパーティーを開いたのです。二世たちは二世の結婚式では、花嫁と踊らなければならないのだという理由で、おずおずとソーシャルダンスを習い始めたんです。そして自分たちが自由に使える場所を持ちたいという願いを長年抱えていましたけど、それが叶いまして、それが叶ってトロント郊外に立派な日系文化会館を完成させたのです。1964年、レスター・ピアソン首相を迎えてなされたトロント日系文化会館の開館式。建物自体、それから、お祝いは、実は63年、前の年に一度起きてますけども、一度やっておりますけども、今回はその首相が、を招いての正式な開館ということになりますね。彼は強制収容はカナダが伝統とする公明正大さの汚点であると、彼のスピーチで述べたそうです。このレイモンド2世、レイモンド・モリアマ、ここに映ってます。これが若き日のレイモンド・モリアマですね。モリアマが伝統とする、モリアマの、彼の設計による建物は、日系社会復興のシンボルになりました。こうして1世から3世まで、この JCCC、会館の中でコミュニティイベントを開いていったのですが、1990年年代に入ると手狭になり、別館の、建設が荷台に上りました。ところが、その計画は大きく後に変更されます。そして1999年、同じウィンフォードドライブの印刷工場だった建物を改築して、新、日系文化会館としたのです。日系ボスもこの中に、長く、いました。僕の話は以上です。ミキさん、ゲスト紹介をお願いします。藤村さん、もうお帰りになったかな？はい。はい、ありがとうございました。田中さん、今日も本当に興味深いお話でした。はい、藤村さん入ってらっしゃってます。ちょっと呼んでみましょうかね。藤村さん、お疲れ様でした。今日ね、多分今お仕事を終えて、足早に、お家に向かってくれたと思います。皆さん、お待たせしました。今日のゲストは、BC 州内陸のレベルストークにお住まいの藤村智明さんです。1995年に、藤村さんは高校卒業と同時に BC 州のカレッジに留学していらっしゃいました。現在はグレイシャー国立公園で災害救助をされていらっしゃいますが、特に冬場の雪崩災害と雪崩予報の専門家として、カナダのみならず、ヨーロッパ、日本などでも活躍され、多々の講演をされています。また、日系一世の鉄道工夫たちが数多く犠牲となった歴代の雪崩事故を克明に調査し、そこから読み取れるデータを使って、雪崩を予報し、自然災害を最小限にしていくといった活動もされております。それでは、日系一世と雪崩のリスクマネジメントに
マネジメントなどについてお話をしていただきます。藤村さん、お願いいたします。はい、聞こえますでしょうか？はい、聞こえます。聞こえます。ですね、ちょっと私の方のコンピューターの方の不具合があり、携帯とコンピューターでちょっと両立でさせていただきますので、よろしくお願いいたします。まずは、はじめまして皆さん、ご紹介に上がりました、藤村智明と申します。ご紹介に上がりました通り、カナダに移民して、もう28年になりますけれども、内陸部で常々活動しております。雪崩関係という形で、歴史よりもちょっとほど遠いことをしておりますけれども、雪崩を勉強しているうちにですね、日経紙の方に、携わるようになりました。その今まで私が、レベルストークを中心に調査してきた日経の話について、皆さんと共有できればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、コンピューターの方で、共有させていただきますので、よろしくお願いいたします。これから始めさせていただきます。内陸部で、生活して28年になるんですけれども、まあ、写真を見ていただく通り、ここでですね、レベルストークに住んでいる間にですね、まあ、いろんな話を勉強させていただいております。まず、場所になりますけれども、左手の家族がですね、バンクーバーになり、右側の方にバンコクリス公園があり、カルガリーのカルが見えると思いますけども、いかがでしょうか。その間にレベルストークという部分がここにあります。いいですね。この町は8000人しかいないんですけれども、カナダ横断鉄道の開通に向けて、要所の場所であったという場所になります。ここに私住んでおりますけれども、まあ、山々、カナディアンロッキーよりも、まあ、西側にあり、雪が多い場所になります。ですので、常々今年も雪崩の事故があったら、レベルストークという場所は、いつもホットスポットで、見られております。この X、バッテンがありますけれども、この部分で雪崩事故があったという形です。主にですね、1910年の雪崩事故に関してちょっとお話しできればと思います。それ以外にもですね、強制収容所がこのオレンジの枠、オレンジと赤の枠になりますけれども、それぞれの強制収容所の中のシカムースレベルストークでも調査させていただいて、こういった二人の方も亡くなったということも調べさせていただいて、そして左側の下の方にも、バーナビーの方ですね。こちらにも事故があったということを聞き、主張させていただいたり、それ以外にも国立公園内ではニトビーナゾーさんの訪問や、マウントレベルストーク国立公園ではスキージャンプが有名だったので、札幌オリンピックのゴールドメダリストですね。金メダルの笠谷さんが飛んでいたとかいう話も、まだまだ勉強しないといけないです。また他にも1915年はブリタニアの鉱山でも雪崩の事故があったり、ここからハイウェイの昔ですけれども、鉄道が通っている時の雪崩事故もまだまだ勉強しないといけないという状態です。さて、鉄道関係、まあ、雪崩関係を勉強して、まあ、鉄道という形で、もっと勉強しないといけないことがあるんですけれども、やはり、バンクーバーの方であと、農業、漁業、林業、鉱山という形で、皆さん、いろいろと調査されておりますけれども、鉄道の場合、人が、鉄道のカーブに乗ってますので、住所がない状態ですね。ですので、調査がしにくい部分です。ただ、東京移民会社というのがですね、横浜弁天通りにありまして、そこからですね、こういった地域の方々が契約移民でカナダに渡ってきたっていうのが調査の過程で分かってきております。で、1910年の雪崩事故を調査するときに、そしてどうやって入ってきたのか、いつ入ってきたかということを ancestry.ca というサイトを通すと、1907人ほぼ皆さんが移民してきたというのが、こういった筆記体で書かれています。ここには、マサトラ・アベという人の名前が映っています。
ちょっと見にくいかもしれないんですけども、長野県の出身の人になります。その、マサトラ安倍という方のご家族からいただいた写真になりますけども、鉄道を働いていた人の、まあ、写真、またまたその時の当時の関係者の方々。で、カナダ側にはですね、日本洋達株式会社という会社がありまして、受け負い人の方になっています。東京移民会社の方が人を送って、カナダの方は日華洋達株式会社という形になります。1910年の、まあ、事故の話もそうなんですけど、その前に以前に1908年にもありましたよということも学べて、その時には4名の日本人が亡くなり、そして数名の人の事故が、事故でいくか、数名の人の、生存者がいたという形です。彼らを調べると、ゆくゆくは強制収容にも入っているということが分かってきましたので、そしたら、1910年に関しても生き残った人が強制収容に入っている可能性があるということで、今もいろいろと調査をさせていただいています。また、1936年の方にも事故があったというのも、学ぶことができました。ここにはですね、今お聞きしていただいている方いらっしゃるんですけど、水田さんですね。のお父さんも関わっていたというのがここに漢字で書かせていただいております。その他にも4名の方が亡くなっている形です。なぜ1910年がこんなに焦点になっているかと言いますと、私がレベルストークに移り住んで、移り住んだのは2007年。それ以降にドクター・ジョン・ウッドソンとレベルストーク博物館のキャシー・イングルスさんからのアプローチで慰霊祭をしたいということをお聞きしました。慰霊祭というのはその1910年ロジャースパスの100周年の慰霊祭の実行委員会が立ち上がったので、ぜひともボランティアで、調べていただきたいということの野心の中で調査をし始めました。これは Google Earth ですけれども、ロジャースパス、グレイシア国立公園内のロジャースパスになります。奥の方に行けばゴールデンカルガリーの方に行きます。ロッキー山脈になります。ロジャースパスというところを通って、これが今の高速道路でレベルストークバンクーバーの方に向かう形です。その上の並列でこの部分が鉄道になります。赤い部分は高速道路。今現在ある高速道路。黄色い部分が鉄道になります。事故というのはどこで起きたかというと、ロジャーパスのサミットになります。ここで起きました。というのは、皆さん、車で、バンクーバー、アバンフ、カルガリを通っていたら、事故の場所を何回も通過していたという状態。右側には白黒ありますけども、これはその当時の写真ですね。鉄道が通っていた状態です。右下にちょっと赤い、ロッジのようなもありますけども、これはグレーシアハウスというホテルです。今現在ないですけれども、シャトーレイクルイーズやバウフスプリングホテル、フェアモント関係の、鉄道関係のホテルがあったところです。ここには、ゆくゆくお話します、ニタベ・イナゾーのご家族も来ていたという話です。さて、戻りますけども、高速道路がありますね。右側にロジャースパスセンター、今も立っております。1キロ先にはサミット。ここがロジャースパスの本当の高い位置になりますね。一番初めに、この後ろにあるチオプスマウンテンから雪崩が発生して、鉄道の線路を埋めてしまいました。でその埋まった部分で、ロジャースパスに、いてた旅客列車が動けない状態。立ち往生になってしまった。それをですね、助けるために、このあたりで、200名近くの日本人や他の人たちが働き、除雪作業に関わっている。で、除雪作業が始まったのは、だいたい午後の3時半から4時ぐらいから始まり、夜の11時半まで、6メートルほどの深い溝を掘って、人間で、掘りながら、あとは後ろにですね、ロータリーという雪かきの列車があるんですけども、それで雪をかき分けていたという状態です。で、11時半頃になりますと、反対側、手前が、一番初めの
第1波なんですけど、第2波が反対側から崩れまして、彼らは9メートル下に埋まったという状況です。その当時のグレイシャーハウスにありました気象データも残っておりまして、これによって我々雪崩を勉強している人間では、どこに逆層が生まれていて、どういった形で気温が上がって、降雪があり、雪崩が、大規模な雪崩が起きたっていうのはこの当時になります。今もそうですけども、アトモスフィックリバーとか、ハワイから来るパイナップルエクスプレスという名前が聞かれるかもしれないですけれども、暖かい暖流がハワイから来るときに気温が一気にマイナス27度から4度近くまで上がるという形です。10日間で約31度上昇し、そしてハワイから来ておりますので、湿度も高い。ですので、降雪降雨が多くなったという形で雪崩が起きました。その当時の天気図もその前後で残っています。そういった形で、科学的な部分でも証明され、そして電気的なものも残っているという形です。その当時ですけれども、残念ながら日本人っていうのは、白人と共に、お葬式を一緒にしなかったです。これはレベルストークでのお葬式の、紹介状ですけども、日本人は誰も参加していませんでした。ですので、2010年3月4日には全員でやっていきたいというのが、レベルストークの白人社会の願いだったんです。その調査をしていきますと、まず私が手掛けたのは UBC にあります、大陸日報。ここに、日本人の犠牲者の名前、出身地、遺体日の発見、葬儀の日、ギャングリーダーという形ですけども、まあ、本当に、通訳者だと思います。で、生存者の名前、遺体発見を最終日、そして11年まで調べると賠償金の話も出てきたということです。調べていくともっと細かいものがあるんですけども、安倍ギャング、安倍組にはこういった方々が亡くなっておりました。で、緑の部分っていうのは実際に当時2019年から10年に、調査したときにですね、ご遺族の人を日本で探せたという形です。で、オレンジの部分っていうのは、その当時ですね、生存者であった、もしくはそこで離脱していたので生き残っていたという形です。彼らを今、強制収容所とのリンクをつけて、リンクを付けをして、今、現在、どこにいらっしゃるのかな、子孫の人がいらっしゃるかどうかっていうのを調査します。佐藤組という形。これは、実際に、昨日もそうなんですけど、仙台の佐藤さんともちょっとおつながりがあって、及川と佐藤、ドンとライオン等の関係もおそらくあるんだろうなっていう憶測で今進んでまあ、こういった形でいろいろな組の中で亡くなった方はいらっしゃるんですけども、組長や、生存者が大陸日報でいてるということを分かってるんですけども、白人の今の現在でも、それは新聞の記事であると。ですので、それが本当かどうか分からないので、ということで、私の仮説というか、仮説ではないんですけれども、その日本の、やはり記事の重要性という情報の確実性というのは私は、まあ、日本人ですので自負を持っているので、とにかく探し求めたいというのが、私のモチベーションです。彼らはどこに行ったかというと、バンクーバーのマウンテンビューセメタリーですね。フレーザー通りのところにあります。そこに、32名が埋まっており、右の部分というのは安倍家からいただいた写真なんです。下は佐藤家からいただいています。これはドンアイラの佐藤相続さんの家系からいただいています。当時のパレード。これはアレキサンダーパウエルストリートのあたりで捉えているものです。で、日本にも参りまして、東京の外務省外交指導官によって、懲役金がこういう方々に渡りましたよ。そしたら戸籍も残ってる。そしたら昔の戸籍を Google に合わせて今現在の住所を調べる。そしたら
今のところ4名のご遺族の人との連絡が取れたという形です。その人からいただいたのは、その受講前に日本を出国した時の写真となります。若い人は16歳。亡くなったのは19になるかな、まあ、なるという形になります。熊谷翔健さんが唯一お孫さんで残っているという形になります。そして、ロジャースパスの写真。まあ、こういった形で、事故後ですね。第二波の事故後、こういった形で、インド人を踏まえて、ご遺体を探した写真へとなります。2012年、継続して、勉強しているときですね、調査しているときに、ようやく、その当時の給与明細も見つけることができました。で、ここからも200人近くの日本人が働いているというのは分かってきたということです。という形で、それを Excel に、入れて、データを入れて、そのデータをいろいろな積み重ねをすれば、いろんな、芋づる式にですね、いろんなことが分かってくるかなという形です。あとあとまたそれは Excel で、皆さんに紹介したいと思います。日本人以外もですね、ウクライナ人、スウェーデン人、スコット人、いろいろな民族がかかっております。これも26名の白人の社会ももっと調べるべきだと思います。と言いますのも、1910年に関して、ドキュメンタリーフィルムを作っていこうという動きが今現在起きております。また、隣町のゴールデンにもですね、スウェーデン人が埋葬されているという形です。その他にも、オンタリオ、ノーバスコシア、はたまた、キャムループとかにも、埋葬されています。当時、2010年にですね、慰霊祭をバンクーバーのマウンテンビューセメタリー、そしてレベルストーク、そしてグレイシャー国立公園のサミットで、こういった日付で、ご家族を招待して、慰霊祭をさせていただきました。その後、カナダのミュージアムからお金をいただきまして、レベルストークミュージアムの方で、カナダ全体の雪崩事故に対して調査してくれということで、こういった書籍を扱い、データを集めて、約2世紀の分ですね、1782年ニューファンランドからユーコンまでの部分の事故をエクセルにまとめ、2021年までですけども、1000人以上の死亡した人たちのデータを残しております。それがですね、立ち上がり、ウェブサイト上になります。ちょっとこれも、申し訳ですけど、飛ぶかな？見えますかね？こういった形でライブで、見えることができます。この、レッスンフロムザパスという形で調べれば、カナダのすべてのデータ、雪崩事故のデータがこういった形で、プロティングされております。ですね。ですので、今年も15名亡くなっておりますので、15名分もこういった形のデータで、入っていきます。これによって、雪崩のリスクマネジメントやレスキュー、そして雪崩予報というのの、もう本当に基盤になることですね。そういったデータを我々雪崩関係は、集めて皆さんと共有するというのをすごく大事に思っています。ですか。そのデータをですね、やはり、雪崩の事故の日本人の方々と、今後、その子孫を、の方とのリンクをしたいために、ボランティアで、シカムースレベルストークの3つのキャンプに関しても、僕が、調査させていただき、今ですね、この6つの中のヤードクリークで、今立ち上がっているのが、すみません。ヤードクリックの前に、スリーバリーの方にもこういったサインを置かさせていただいて、そこにもこういった二人の事故があったという形になります。このスリーバリーの湖にはですね、二人の人が亡くなっておりまして、白石さんというのは結核なのに、強制収容所に入れられて、水を汲みに行った時に溺れて死に亡くなった方です。この方の、ご遺族の方もまだ健在です。
で、天野昇さんっていう方も、レベルストークに住んでたんですけども、運搬の時にトラックで湖に落ちてなくなった方がいます。写真はないですけども、漢字で読めると思います。味噌、醤油という形に、福神漬けって書いておりますけども、皆さん、グローシュリー、スーパーに行けば、天野の醤油や味噌を、富士屋や、いろんなところで購入できると思います。実際、この天野昇さんがですね、レシピを広島から1941年に持って帰ってきて、レビューストークで一回作ったもの。それが、彼の兄弟を通して、今、リッチモンドで作られています。そういった関係性もあります。そして先ほどちょっと言いかけていたのが、ヤードクリークの州立公園のキャンプ場に今後、庭を作って、こういったレプリカを作って、少しでも皆さんに、この区間に強制収容所があったというのを知っていただければという形で活動をしております。また、グレーシャクスコーにはこの似たので、稲造さんのお話もありますよと。これは武士道を書く前に、6ヶ月前にこの地に来て、武士道の発行者、フィラデルフィア社との関係を作ってたんではないかという憶測で今まだ調べております。っていうのは彼の奥さんがクエーカーですよね。クエーカーの大親友であるのはメリーボックスさんという女性になります。メリーボックスさんは氷河を勉強した方、植物学者です。で、その養蜂国立公園のカンブリア紀の化石を見つけたのはメリーボックスさんの旦那さんのウォルコットになります。まあ、そういった形で国立公園にすごく関係しております。そして、メリーボックスさんの大親友はメリーシェーファーさんということで、ジャスパー国立公園のマリンレイクを見つけた人であり、彼女は、先住民と旅をしているので、ゆくゆくは、アイヌの人を探しに、謎のつてを使ってアイヌの方々と出会っています。まあそういった形で深いところをまだ武士道に関してまだまだ調べることがあるということになります。また、ちょっと余談になりますけども、レベルストークにはですね、日本人の墓石がいっぱいあります。ジェニー清原さんっていうのはですね、残念ながらその当時、鉄道はですね、こういった男性の労働者も送り込んでたんですけど、内陸部に、女性も実は送り込んでました。っていうのは、売春婦という形で、ネルソンやクランブック、ファーニー、レスブッチ、そして、レベルストーク、カルガリーにもいらっしゃいました。で、この人は残念ながら、1905年にですね、26歳だったかなに、殺害されております。で、これがビッグニュースで、大陸日報にも載っておりますし、カナダのマクツという形で紹介もされています。ただ、彼女の方の土台、墓石の土台が結構浸食して倒れかけている。ということで、アーティストのこの白人の女性がですね、活動しまして、ジェニープロジェクト。もしよろしければ検索していただければ、サイトがあります。で、今現在、ようやくこういった形の土台を今、混入しようという形に。以上、私の方の、まあ、調べたことになります。それ以外に、こういった形で、Excel にですね、こういった調査をしていくときに、基盤にあったのが1929年のディレクターという、ディレクトリーというもので、北海道から沖縄で約2万1000人のデータをここに入っております。で、このデータをですね、元にですね、マイケル・アベさんがやっているランドスケープ・オブ・インジャスティスというデータを入れたり、アンセストリー .ca から取り入れた1907年の情勢名簿、秋丸とか信濃丸、杉南丸も踏まえてデータを入れております。あとまた、カナダ同胞のデータが入ったり、強制収容所のデータがあります。で、その皆さんが興味があれば、いろんな地方のそれぞれの県、それぞれの軍の共有するのは全然問題です。皆さんからのインクワリー、お話をいただければ渡すことになります。ただ、渡すだけでは、もったいないですので、その地域のちょっと調査をしていただいて、フィードバックしていただければ、
私が今やっているのもようやく800名くらいですね、ランドスケープです。ランドスケープのインジャスティスのデータは800人しか入れれてないんです。日々ボランティアでやっておりますので、皆さんのお力添えいただければ、こういった形でいろんな農業、漁業を、いろんな人のデータ、そしてその当時の住所とかも全部プロッティングができるようになります。そして日本の企業の方々との連絡が取れれば、アニメーション化できるかなというのが私の気持ちです。以上です。ありがとうございました。石村さん、ありがとうございました。素晴らしいですね。もう本当に研究が、この1910年の雪崩、あと、この日系史と雪崩がこういうふうにつながるっていうことを本当に藤村さんに教えていただきました。で、こう忘れ去られていた、人たちとか、事件ですよね。これが明るみになってきて、こう、歴史を塗り替えていける事実なんではないかなと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい。皆さん多分なんかいろいろ質問されたい方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、はい、本当に申し訳ありません。今日もなんかとても興味深い歴史の内容でしたので、ちょっと時間が押してしまいました。で、6時半、すいません、BC 時間の6時半ですね、イーストの方では、時半なんですけども、15分ぐらい皆さん延長してよろしいでしょうか。今日せっかく藤村さんがお休みを取ってこの時間、いらしてくださっているので、せっかくですので、質問の時間15分、持ちまして、続けさせていただきます。もし皆さんご用事がある方は、退出なさってください。ご参加ありがとうございました。ありがとうございました。藤村さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いろんな、それぞれ皆さんの持っている興味でもってですね、に、こう、の金銭にこうね、触れるものがあったと思いますよ。僕の場合は札幌出身ですから、宮部金吾という植物園、北大の植物園、この創設者の名前ですとかね、ニトベと、それが繋がっていたということだとか、いろんなことが出てきますね、これはね。何かありますか？あっからには。はい。では、どうぞ質問、それじゃあ。はい。皆さん、質問をチャットボックスに書き込んでください。それから、せっかくですので、直接でも藤村さんに問いかける、ね、でもいいかなと思いますので、スクリーンでお話しなさってくださっても結構です。今、アニメーション化という形でいただきましたけれども、どういったことかっていうのはですね、こういった日本の住所が分かっている。どの船で渡ってきたかというのも分かり始めている。そしてどういった地方、カナダの地域で仕事をして、どこに、どこの収容所に入ってきたかというそのデータですね。これは富岳を使えばアニメーション化というか流れが分かってくると思います。これっていうのは災害もそうです。データを集めれば、それだけのビジョンが見えていきますので、雪崩の勉強をしてて、雪崩の予報をですね、カナダ全体で送っている、もう裏方の役目をしておりますので、同じような考えをしておりますので、データをやはり皆さんと共有して、その共有をアニメーション化っていうのは、やはり日本の方々とのやり取りすれば、カナダと日本の文化、この歴史っていうのは、カルチャルトリズムになると思うんですよね。両方で。それを深めることができるならばという形で、基盤を作っている状態です。他にありますか？一ついいですか？はい。私、NAJC の全国役員をやっているので、NAJC のものとの帽子をかぶって今質問させていただきたいんですけれども、はい、このモニュメントを作るとかいうお話がありましたけれども、それは NAJC の方に、はい、ファンディングのリクエストみたいなのはされているんですか？ですね、イアードクリックの方ですよね。はい。それはまだしております。現場のコロンビアシューシュアップリージョンデストリックというのがサロモンアムを基盤にしてるんですけども、はい、以前、ガーディナーズ協会の方の、ジャパニーズガーディナーズの方からのファンディングは少しいただいて、
コロナの時にですね、ちょっと中途になってるんですけども、今後、ガーディングするときにお金も必要ですし、まだファンディングはまだリクエストしておりませんし、私からするべきなのか、そういった CSRD という、地元の地方の自治体化するのかっていうのは、まあ、検討されると思うんですけど、もしファンディングがあるならば、彼らからしていった方がいいのかなとは思います。はい。そういった可能性はありますか？それだったら彼らにも押しをしておきます。ぜひ、私たち、この、なんだっけ、人権議会じゃないや、新移住者委員会の私たちを、入社にしていただいても構いませんし、おつなげしますので、エンダウメントファンドとか、そういう、年に、はい、まあ、申し込みする時期は決まってるんですけれども、やっぱり資金が出ますし、これやっぱり日系人に関わることなので、NAJC も多分、好意的に、まあもちろん私はここで約束できませんけれども、はい、もちろんですね、プロセスをしっかり。はい、リクエストする価値はすごくあると、私は思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。とにかくここは高速道路の1号線ですので、カナダの旅の、やはり、動脈ですよね。この地域っていうのは、高速道路がよく閉まります。雪崩によって、事故によって、その間に待ってる人がいっぱいいてるんです。その待ってる人っていうのを、掴み込むっていうのはすごく大事な話になります。ですので、レベルストークっていうのは、ある意味視点なんですよね。みんな、北の玄関口ですね。スロカンとかニューデンバーの北の玄関口。西に行けば、レルウェットもあり、こちらの方の、しかもそれから北に行けば、その、ブルーリバーの方になりますね。で、1910年の実際に調査してて、生存者は、ブルーリバーでの強制収容所に入ったり、POW にも入ってます。で、その国立公園で、ちゃんと、知ってもらうっていうのはすごく大事な話です、うん。そこからいろんなことが広がるかなという形になりますし、雪という話をすれば若い子たちもですね、ウィスラーヘリスのスキー場とか、そういう人たちも関わることもできるし、うん、我々、新しい移民の人たちも関わってくると思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。質問が入ってるんですけども、最終的にはどのようなデータベースを目指していらっしゃるのでしょうか？最終的にはやはりここにですね、ランドスケープオブインジャスティスがマイケル・アベさんがやっておりますし、ある話を聞けば彼らの方も強制収容とのリンクをしているという形を聞いております。まあ、同時でもいいと思います。でも私は何も、これで学位号が欲しいとかそういうことはないので、このデータっていうのは共有するべきだという形での観点です。ですので、日本の結局郷土の歴史も踏まえたりすれば、いろんな形でなぜ日本離れてきたかっていうのもわかるかもしれないし、我々新移民の方ももしかして、あ、この住所知ってるやとか、あ、このあたりにこういう人もいらっしゃったんだなっていうのがあれば、やはりリンクしていきたいなというのは心の個人的な意見ですけど、もちろん、昔の話ですので、ほぼ移民してる人たちは、次男坊、三男坊という、その、長男系列じゃない部分、少し曇りがかっている家系もありますので、なかなか難しいかもしれないですけども、でも、こうやってデータあるということは、一人一人の歴史があるということですね。有名人で二戸稲造さんも大事かもしれないですけども、それぞれが歴史を持っている。その歴史をしっかりと、表に出すのは、データを見ること、そしてアニメーションを作れば、芋づるでちゃんとそのどこに埋まったかっていうのも分かれば、彼らの痕跡っていうのがカナダで、頑張ってきた。それが今我々の恩恵に当たるんじゃないかなと思います。本当ですね。カナダへの移民っていうと、例えば、まあ、三尾とか、長崎とか有名なんですけども、今、リストを見たら静岡、私の出身の静岡からもかなり甲府さんで来ていて、そういうふうに自分の出身地からも来てたんだっていうのを見ると、もっともっとなんか日系史が身近に感じられて、大切なことっていうかね、重要なことと捉えられるので、すごく、素晴らしい、なんですか、研究をね、されてるなと思いました。これはまた、本当ボランティアですよね、藤村さん。もう本当に日系史に関してはボランティアです。ね、でも私の、はい、やはりモチベーションは雪崩ですので、日本の雪崩予報っていうのはカナダの5年10年遅れてます。
私が唯一なだれの方で日本人として活動しておりますし、教育者でもありますので、これを変えるには歴史というのが一つのツールだと思いますので。ですので、ボランティアを駆逐にやっているだけですね。確実にやっていけ、データを集めることは雪のなだれもそうなので、雪の結晶を我々見ていることと同じことだと思っています。素晴らしいですね。本当 JNIC にはね、もう本当歴史家とかも歴史研究家の方が多いので、もう本当興味津々だと思うんですけども、もちろん今日のね、参加者さんたちも歴史が好きでこうやって集まってくださってるので、いや本当にありがたいお話です。他に皆さん、質問はあるでしょうか？藤村さん、我々個人個人がね、はい。まあ、いろんな情報を持ってますよね、データは。はい。あと持ってるとして、それをどういうふうにすればいいのかさ、あなたに直接こういうデータを持ってますということをあなたに出せばいいわけですか？オファーすればいいわけですか？それでも構わないです。データをですね、送っていただければ PDF 等やで送っていただければ、これを基盤にプロティングしまして、その後共有することも可能です。ラッキーなことに、夏場は国立公園で働いておりますので、ダウンタイムが出てきますので、その間に少しずつ勉強させていただいています。もしくは、その地方地方を見たいという方いらっしゃいましたら、その地方地方の何々県のデータを渡しますので、そこで何か興味あるデータを紐付けていただけるなら、そこでまた作っていただいて送り返してください。いろんなやり方あると思います。OK。わかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。この2万人のリストっていうのはどのぐらい時間をかけて作られたんですか？あともう一つは、その、藤村さんが、その個人個人のお宅にこう連絡をして、された時にこの遺族の方っていうのは、その驚きとか、そういう反応とかはどうだったんでしょうか？そうですね。まずはじめに、2万人というのは、国立公園の仕事して2シーズンかな、夏しか働いてないので、4ヶ月の夏の間の、まあ、時じゃない、秋や春先で、仕事をしている時にね、ですね、やっておりますので、多分2、3シーズンかかったかな、夏の。でコロナの時が、まあ、一応プッシュです。家にこもってましたので。でそのコロナが一番、これを稼働させたという形になりますね。あとはですね、ご遺族の方と連絡を取ったとき、もう本当にびっくりですね。2009年、10年に11都市で暗夜を告白させていただいて、昔の映像、その当時の1910年の白人社会の映像がデザスターオブセントリーという形で、ヒストリーチャンネルで今も見られますし、YouTube でも見られます。それをサブタイトルをつけれる許可をいただいてサブタイトルをつけて見せ、そして100年後のカナダの雪崩の啓蒙のビデオを見せました。その間に、ご家族の方を探すために当時の河北新聞や、小諸に行ったりですね、いろんな人に連れをしてプライバシーのあれが一番大変でしたね。プライバシー権利でなかなか個人のデータをいただけないんです。ですが、商工会議所を通したりして、お会いして。一番、やはり、ぐぐぐっと来たのは、お孫さんを見つけたことですね。唯一直系でお孫さんが登米市にいらっしゃった。登米市の方々に聞くと、やはり、お孫さんも、その当時は70です。今は80歳ですけどね。自分の おじいちゃんのこと一切知らなかったわけです。それその方々が来た時の、やはり、お言葉ですね。慰霊祭の時のお言葉は、ぐぐっと涙が出るお話ですけども、僕はそこは通訳者でしたので、彼らが話をしている慰霊祭でのスピーチの横で、もう本当にモノトーンの感覚で、彼らの翻訳させていただいて、通訳させていただいて、ただ、心の中ではもう僕も泣いていました。本当に喜んでいただきました、そこは。ですよね。ぐぐってきました。なんか自分の祖父がそんな風に発見されたらとか考えたらもう。そうですね。びっくりしたのは小諸に
の安倍さんという家系を見れば、島崎藤村の小諸義塾で英語を学んでいた話や、そこには坂本龍馬の話も出てきたり、安倍家の方では次男坊は岐阜師範大学を通して郷土の歴史を勉強しているので、ですので岐阜に行けば安倍栄之助っていうのは有名人です。ですのでこれを調べればまた安倍家の方の素晴らしい、経過がも見れるという形です。で、安倍家の方の四男坊は、カズロに収容されてましたので、スロカンシティに家を持ってます。今も家はそれは建ってます。新しいですね。なんかそれだけでなんかもうまた本ができてしまうぐらいに新しい歴史というかね、ね、うん、視点で。はい。そうですね。ですので、ドキュメンタリーのフィルミングを近々作ろうという形で今動いています。そう。そのドキュメンタリーっていうのは、誰が、監督でどういう企画、誰が企画したプロデューサーなんですか？ですね、昨年、ですね、牧師である野本さんという人ですね。野本さんという人の牧師を題材にして、ショートフィルムを作った、白人、チャッド・タウンセル・センドという人がですね、私とのアプローチで、実はこの前にもお会いさせる、今日はあったんですけれども、今チームを作っています。っていうのは白人の方の世界もですね、当時の鉄道のロードマスターって一番偉い人ですね。その人の孫さん、ひ孫さんと昨年お会いしたんです。で、彼の方のストーリーも、ファミリーストーリーもすごく素晴らしいもので、まだ白人も分かってない。カナダの全体もこの細かい話は知らないです。で、それを踏まえて、ウクライナ人やスウェーデン人やいろんな部分の多民族を踏まえて作れば、カナダで、カナダ史上で最悪な事故だったものを、こうやって浮き彫りにさせることによって大きな変動が出ると思います。驚きました。これはもう藤村さん、できるだけ克明に記録つけておいてくださいね。これ将来本当にこんな分厚い、あなた自身の本ができますよ、きっと。いや、私は別にいいです。私はスキーバウンですので、スキーをしっかり。いや、そう言わずにですね。とにかく、克明に記録だけ取っておいてください。でも、皆さんの お力添えが必要です。私一つでできないわけです。私は一つのパズルですので、皆さんがご興味も持てば、それがちゃんとリンクする。それは雪と一緒で、データをアウトプットすることによって、インプットが返ってくるという形になります。これは、もう人としての信頼性に基づくものです。OK。はい、わかりました。本当に、今後ともどうぞよろしくお願いしますと。どうぞよろしくお願いします。今回ホストしていただきましてありがとうございました。そして皆さんのお時間、はい、貴重な時間いただきましてありがとうございます。マイプレジャーっていうか、オーナーですよ。はい、ちょっと2名ぐらい、はい、また入ってますので、ちょっと待ってください。いいですか？はい、素晴らしい。柴田優子さんからですね、素晴らしいビジョンをベースにしたプロジェクトですね。ありがとうございます。1910年からすでにカナダは移民の国でやったという、資料調査、歴史とテクノロジーのコンボですね。本当ですね。ありがとうございます。はい、その通りです。本当にデジタル化になったからこそ、いろんな街に行かなくて済む。大陸日報も今ようやく、ウェブ上で見えますので、昔はマイクロフィッシュを見ていましたので、デジタルっていうのはすごい素晴らしいです。それをデータ化をすること、そしてそのデータをちゃんとフィルタリングすれば、いろんなものが浮き彫りに出てきます。OK。はい、ありがとうございます。はい。最後に一つだけ。藤村さんが、まあ、打ち合わせの時にね、言ってたの、この、雪崩予報っていうのは、その、人生の、雪崩皆さんいろいろ雪崩があると思うんですけど、その予報にもなると、いうようなことをお話しされてたんですけども、それでなんか一括りしてもらえますか最後。そうですね。もう、雪崩の予報っていうのは、まあ、不確実性の、自然災害ですので、やはり、自然災害を目の前に、毎日見ている状態です。ということは、不確実性というものに対して、どうやって人間が、アダプテーション、まあ、適応していくかっていうのは、学んできたところです。ですので、コロナで皆さんも学んできたと思います。どの情報が大切なのか、どの情報が大切じゃないのか。
それが確実性のあるものかどうかという判断っていうのはもう学んできたわけですので、それを、研ぎ澄ませば、やはり、いいクオリティの良い、生活人生は送れると思います。いろんな情報が拡散しておりますので、それをどういうふうに、査定していくのかっていうのは、なだれれば私は学んだことです。なるほど。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、本当にいいお話をありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、時間が押して本当に皆さん申し訳ありませんでした。それでは15分も過ぎましたので、名残惜しいんですけれども、これで一旦締めさせていただきます。藤村さん、今日は本当にありがとうございました。今日はありがとうございました。これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。はい。それでは、西さん、最後に、締める前に、お知らせをお願いいたします。あれですよ、8回目の、あれは？はい、そうですね。あとね、Facebook をね、立ち上げたので、そのお知らせをしたいなと思ったんですけれども、では、8回目のお知らせをいたしましょう。西さん、僕のこれ、もう一回これ、シェアできると、その、シェアして、はい。ボタンを押してください。シェアボタンっていうのは、一番、画面の一番下の真ん中の緑のボックスで、シェアスクリーンです。はい、失礼。はい。これでシェアできてるのかな？皆さんできてますが、まだですね、まあ。はい。はい、できました。はい。8回目。6月28日です。ここに書いてあるように、ナショナルレベルの JCCA、つまり日系カナダ人の、協会ですね。これから80年代に NAJC、全カナダ日系人協会に名前を変えます。それと同時にリドレス運動が非常に、高揚していきます。最終的に88年に政府との合意に、結びつくというところまで、お話ししたいと思います。その前にまだ、その1970年代の日系100年祭から、その中で培われたものがですね、リドレス運動体へこうエネルギーが移行していくというようなことも、ゲストを交えて、紹介したいと思います。はい、ありがとうございます、田中さん。はい。今、藤村さんの方からも、E メールのシェアがありましたので、またこちらは、後で、皆さんに共有するということにいたします。で、Facebook のお知らせの方もそちらに載せておきます。今日は本当に皆さんありがとうございました。この後、田中さんどうですか？お時間許せば、田中さんの方への質問がまだされてないのですけれども、少しお時間を、はい。どうぞ、僕は、はい、空いてます。時間空いてます。そうですか？東の方はもうね、10時になるでしょうから、もう、ベッド時間の方もいらっしゃるでしょうけれども、もしお時間皆さん許されれば。あと、じゃあ、そうですね、10時まで。はい。あと12、3分、どうぞ。はい、お話しいたしましょう。本当に今日は皆さん、どうもありがとうございました。どうも、ご苦労様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。それでは、ゆうすけさん。質問を続行していきましょうか。皆さんいかがでしょうか？なんか、ゆうすけさんに今日、質問ありませんか？はい、まちこさん。すいません。田中さん、CCF のトミー・ダグラスとトム・ショーヤマの関係は、どういう論文とか、文献を見ればわかりますか？僕は、トミー・ダグラスの、トミー・ダグラスの本はたくさん出てるし、はい。彼が加わったのは、まあ、あれですよ、一番大きいのは、サスカチュアンの中で今、カナダが、誇っているというか、今壊れそうですけども、メディケアですね、メディケアシステム。これを一回、トミー・ダグラスのもとで試してるわけですね。
で、それを、ナショナルレベルに持ってきたわけですよ。で、ですから、サスカチュアン時代、サスカチュアンガバメントの時に、トミー・ダグラス、その下で、働いていたと。その時にそのね、あ、それからビクトリアで、ビクトリア大学で、トム・ショーヤマが、官僚としてリタイアした後ですね、ずっとその後ビクトリア大学で教えていたんですよ。ウェイって、知らなかったの？そこに彼が教えていた授業内容か何かがね、全部そこに出てきてるはずです。逆に僕はそれを知りたいです。ちょっと調べてくれません？両方とも行ったのに知らなかったです。Okay. でもよかったです。ありがとうございます。ね、ぜひとも、調べてください。よろしく。あとね、ゆうすけさん、もう、ちょっと、退出されてしまったんですけど、翔平さん、高島さんからで、はい。Hey, Mr. Tanaka Prof, you addressed $5 a monthly income when Nisei was working as a teacher. What was the average disposable income at that time? さあ、そこまでは僕は知らないですね。そこまでは申し訳ないけど、彼、高島さんの質問はいつもすごいスペシフィックな質問です。そうですね。今もうね、退出されてしまったようですけど。なんかでも5ドルって高くないですか？安くないですよね、当時の5ドルって。全然そう、今のいくらぐらいなんだろう、5ドルって。だいたい40倍から50倍です、ね。缶詰工場とか50セントでしたよね。そうそう、だから5ドルって結構高くないって私も聞いてて思ったんです。年代によって違いますからね、それね、考えなくちゃいけないのはね。1942年、非常に安すぎるので、これを上げてもらったはずですよ。上げてもらって5ドルだったのかな。ちょっとそれ調べてみます、僕もね。はい、お願いします。僕が調べたのは、本の中に出てきたのは5ドルでしたね。確か。どこに行ったかな、あの本は。手元に今ちょっと。今、ググりました。1942年の5ドルは、今の約 93.06 ドル。93ドル。ですか。うん。え、それ、月か。月100ドルってことでしょ？そう。じゃあ、そんなに、そんな高くないですね。うん、そう、安いですよ。安い、安い。なるほど、なるほど。よくわかりました。ボランティアですね、これはね。うん。ただ、家族で稼いで、心理伐採だとか何とか出ているけど、非常に安い賃金で働いてましたからね。で、使うところはないわけで。ですから、全部それ溜まっていったと思いますけれども、それにしてもちょっと安いですね。残念。で、何しろ、ケチ臭いんですよ、BC。BC 保安局というのは、保安委員というのは。この間、泉真澄さんが言っていたのはね、カナダとアメリカとの大きな違いは、カナダはお金があったので、軍隊が全部それ仕切っていたと。で、あれはない、カナダの場合はお金がないから、これ民間ですからね。BCSC というのは民間人が入ってるわけですからね。ですから非常に要するにどうやったら安くできるのかと。いうことを、でもって、そしてその、日系人の財産を売っ払って、そのお金をですね、収容生活にこれは当てていたわけですから。ひどい話ですよ、これ、本当に。その、1943年のですね、閣議令でね、勝手に売って構わないと、カストリアが。これはとんでもない、大重罪ですよ。ちゃんと取っておくという約束だったのに、勝手に売りさばかれてしまったわけですからね。そう思います。以上、こんなもんかな。他に何かあります？他に皆さんありますか？あと、ほら、鳥貝さん隠れてないで。はい。何ですか？ユキコの、座談会を。ユキコの話。あ、いや、はい。まあ、ともかく、最後に藤村さんがおっしゃったことね。いや、まあ、要するに情報はいろいろ溢れてるけど、その、
その中で何が自分にとって大切な情報であるのか、それを見極める、それはものすごく大切だって。あれ、非常に、意味のある言葉だと思うんですよ。その点も、今度、ユキコの、ユキコに関して座談会やるときに、その辺の関係も、話の主題に持ってきたいと思ってるんです。っていうのは、要するにもう、世の中で、もう、世界で、本当にどっかの世界の片隅で起こっていることが、実際にはもう世界全体に、もうどこに住んでる人間にでも、みんなもう、本当に重大な影響を与えるっていう、そういう時代になってますからね。その中で情報があちこち行ってる、そのどの情報をどうやって選ぶか、それも本当に歴史とつなげたら、もう全く本当に大切な、言葉だと思うんです。はい。で、それ、いや、まあ、ともかく今度、座談会、準備ができたらやりますから、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません、皆さんがいる間に、宣伝ができたらよかったんですけど、時間が押してしまってごめんなさい、菅井さん。はい。明日、皆さんに参加してくださった方には、フィードバックフォームをお送りします。それと同時に、今後のイベントの情報も、そのメールに、含みますので、ね、シェアリングサークルもあるし、アルバータの、シニア用のイベント、情報提供のイベントとかもありますし、ね、で、今チャットにいくつかリンク、を貼りました。Facebook ページもあります。Instagram もやっています。そして、そうですね、今日のイベントのフィードバックもぜひご協力ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、それ全部 E メールでもう一回。はい、E メールでも送ります。はい。これもあれですね、ジェニックの Facebook、これに登録していただければ、情報が流せるということですね。そうですね、Facebook でお知らせが行くようになりますので、はい。はい。で、あと、藤村さんの E メールもシェアしていただけますか？いいですか？はい。はい。コピーしましたので、じゃあ、はい、メールに書いちゃっていいですかね？わかりました。いいですね、はい、はい。ありがとうございます。お願いいたします。はい。それでは皆さん、他大丈夫ですか？はい、以上です。僕の方からは以上です。ありがとうございました、本当に。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。